どうもチャンネルレトロキッズへようこそ、鉄尾キッズです。さあ、以前このチャンネルではビッグワンガムのおまけを作る動画をお送りいたしましたが、今回はこちら、デラックスビッグワンガム。しかも今回はなんと未開封。さあ、40年近く前のこのデラックスビッグワンガム、一体どうなってるんでしょうか。それではレトロキッズスタート。レトロキッズ。さあ、こちらのデラックスビッグワンガム、初登場はおそらく1982年、第1弾が1978年発売のノーマルのビッグワンガムからは4年遅れての登場になります。そして今回のこちらのパッケージ、ラインナップを見るにおそらく1986年のものではないかなと思われます。同じデラックスビッグワンガムでも箱の形状は結構いろんなパターンがありまして、ちなみに上は1983年のもの。お値段の方は1983年、86年ともに150円なんですが、内容量は1986年の方 1g 減って 12g になってますね。この 1g 一体何が減ったんでしょうか。そしてこの86年版、ラインナップが全て車というのも特徴的ですね。ウィリアムズ・ホンダ、カウンタック LP500S、 ポルシェ959、セリカ 2000GTR、 スープラ 3.0GT ターボ、サバンナ RX7GT リミテッド。ちなみにこのカウンタック LP500S、 これの黄色が私が生まれて初めて買ったトミカでございます。ボロボロだけどかっこいいでしょ。さあ、表の覗き穴を覗いてみると A が見えますね。ということは今回はカウンタックではなくウィリアムズ・ホンダが入っているということになります。箱の側面、目いっぱい大きくおまけのプラモの写真が載っててワクワクしてきますね。さあ、パッケージ全体に車のことしか書いておりませんが、それでもあくまでもこちらの商品はチューインガム。しかも今回は未開封ということで、そのガムも入ってますからね。約35年前のガム、一体どうなってるんでしょうか。それではいよいよ開封していきましょう。さあ、いよいよ開封です。さあ、来ました。中身出していきましょう。ダダーン。お、そしてガム入ってた。なんか思ったよりは小さい。昔こっちのタイプのパッケージに入ってたガムはもっと大きかったような気がするな。まさか減った1グラムはガム？あ、このガムグレープ味だったんだ。そしてこの注意書き面白いですね。ガムはよく噛みましょう。よく噛むことで頭がすっきりするのは脳細胞が刺激されるからです。また噛むことが丈夫な歯を作ることに役立つと言われています。そうだったんだ、知らんかった。でも35年以上経っててもカチカチとかじゃないですね。普通に柔らかい。こうなってくると中も見たい。よし、開けよう。うわ、なんか怖いな。どうなってんだ？え？グレープ味って書いてるから紫だと思ったら、え、黄色？いや、グレープ味って書いてるけど匂いどうなんだろう。全然グレープ臭はしてこない。うん、ちょっと待って、怖いな。あー、スペ、あ、スペクセ、あー、あ、すっぺー。全然グレープじゃない。すげえすっぺー匂いがする。見た目は割と普通なんだけどな。なんかちょっとクラッカーみたいなね。そうなんだけど匂いはすげえ酸っぱい匂い。
ちょっと出してみよう。うわー、なんかちょっと光が透けるとなんかまだらになってるな。わかるかなこれ。ダメだこれ、さすがに35年以上前のガム食べれない。でもちょこっとだけペロッとしてみるね。無味、舐めただけでは甘みも何にもない無味。まあ出会う機会自体ないと思いますが、もしあったとしても決して真似しないでください。食べちゃダメ。さあガムはさすがにダメでしたが、今度はプラモの方を見ていきましょう。まず説明書、そしてボディのパーツ。はい、シールもしっかりありますね。さあ中身はこんな感じ。ランナー3色4枚にシール、説明書、そして説明書の訂正とお詫び。パッと見パーツもちゃんと揃ってそうですね。まあ気になるのはシール、これダメになってること多いんですが、今回は未開封ですから、もしかしたらしっかり使えるかも。それではちゃちゃっと組んじゃいましょう。なんか説明書に責任者の印鑑が押してあるんですけど、いやこんなの初めて見たけどちゃんとしてるな。やっぱりパーツはポリエチレン系、切った時の感触が粘っこいですね。余りにくい時用のパーツ広げ工具も健在。結構ちっちゃいパーツもあるな。さすが1986年製。もうこの頃になるとね、だいぶ技術も進んで、まあ細かいパーツとかも多いんですが、めちゃくちゃ作りやすい。150円の食玩なのにメッキパーツもしっかりしてる。このフロントの作り見て、これおかしくない？すげえ、食玩でここまでやる？いやなんだこれ、ここまでやる？普通のビッグワンガムでもすごかったのに、もうあそこで十分だよ。デラックスやりすぎだって。嘘だろおい、こんなところまで。やーべえなこれ。いやもうただのカーモデルじゃねえか。いや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 、これはいかんよ。いやカバヤさん、これはダメよ。これ食玩として150円で出しちゃったら、これ模型メーカーからヒットマン送られるよ。カバヤさん、あなた方はちょっとやりすぎた。いや素晴らしい仕上がり。これちょっとシール貼りましょう。これシール貼ったらめちゃくちゃかっこよくなるよ。まあそのシールが生きてるかどうか。あーやっぱりシールはダメですね。ちっちゃいシールなんかは割と大丈夫なんですが、こういう大きいシールになると折り曲げた瞬間にパリパリひび割れてどんどん剥がれていってしまいますね。ある程度の塗り分けは塗装でできると思うんですが、細かい文字とかもありますんでね、代用できるデカールとかを見つけるまではちょっとこれは一回置かざるを得ないかな。うん、キットの出来が素晴らしいだけにしっかりと仕上げたいんですが、残念ながら今回はここまで。
さあというわけで今回は未開封で手に入れたデラックスピックワンガム開封してみました。まあ発売から35年以上経ってますんでガムの方は酸っぱい匂いになっちゃってましたが、プラモの方はさすがのクオリティでございました。さあこの食玩のシリーズなんですが、実はまだ他にも新しいの入手しております。そちらの方も近々動画にしてアップしたいと思っておりますのでお楽しみに。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな宿題やれよ。ちょっと待って、怖いな。あ、すっぺ、あ、すっぺくせ。